あのゼルダの伝説がサテラビュー専用ソフトとしてデータ配信されることになったんだって。このソフトは衛星配信のみのリリースで、放送中の音声との連動もバッチリ。ゲームをプレイしているとダンジョンなどについて有益な情報も教えてくれるんだって。ちなみに市販される予定はないということだから、ゼルダファンは要チェックだよね。